来年度の税制改正をめぐって、韓副総理ら関係閣僚が協議し、ガソリン税などの暫定税率は撤廃して、新たな税を導入する方向で、最終的に鳩山総理の判断を求めることになりました。税については、あらあらのコンセンサス、これはできました。そそして、てここれれれあと3党、それから総理のの、ご判断、これを受けて最終、あの 総理がご判断いただけるような形で関係閣僚の協議では焦点となっている暫定税率を廃止する方向になりましたただ民主党側からガソリンなどにかかる税率の維持を求められていることから新税を創設して財源を確保する方針です政府内では温暖化対策を目的として地方環境税なども検討されています きょう、COP15 から帰国する鳩山総理と、藤井財務大臣らが大詰めの協議をして、来週22日の閣議決定を目指します。